さになっちゃった。なんかすいた。昨日はコンサートいかがでしたでしょうか。ちょっと後にスーパーに行こうと思うので、めちゃくちゃ最高級にお腹が空いてて、今スーパーに行くので、ちょっと気になるから見とこう。ちょっとお菓子食べます。ごめんなさい。こんな感じね。もらったいちご大福と食べます。栃木県の。ね、今日風めっちゃ強かったよね。なんか俺夜ご飯じゃない、スーパー行く。いちごしか入ってない、いちご大福。じゃあ。ん？ 3 個入ってたわ、白あんだった。うんうん。日本が雪やばいみたいな。すごくおいしい。1メートル積もったの、それはやばい。黄色いボードの文字は見えましたか。見えました。ありがとう。昨日もたくさんうちわとかペンライトとか振ってくださった方がいて、嬉しかったです。ありがとう。本当にそう、昨日はフクシーでユニットが抱きしめられたらでした。抱きしめられたはめっちゃ昔にやったんだけど、それ以来見たことある人いるかな。山梨じゃないんですけど、山梨はキャンディーだね。抱きしめられたらはどこでやったっけ。埼玉スーパーアリーナだ。遅刻やぞ、ごめんなさいごめんなさい。あ、そうだね、あやかちゃんのバースデーイベントでやったけど、そう、衣装着てやったのは久しぶりだったから。埼玉でやったかな。昨日初めてチームメイトのライブに行ったんですが、圧倒したに惚れました。嬉しい。やったね。何を見て惚れてくれたんだろう。嬉しい。やったね。そう、マドンナの選択はセンターでしたね、ありがたいことに。まあでもフォクシーかってなったけど、私的には。でもセンターやらせていただけたことは嬉しかったね。ライトマイクさんファンですけど、ドリアさんかわいい嬉しい、ありがとう。そうだね、
昨日はやっぱマリアとポニーテがお揃いだったからマリアと見間違えるって人が何人かいたね。まあ、でもキューティーよりかはちょっと出番も多くてありがたいことに、ね、四国住まいなので舞台見に行きたかった。まだやってますよ。私20日から愛媛行きますよ。間違えた、22でした。22から舞台だ。22から28まであるんですけど、まだ空いてるのでよければ来てください。福井ツアーでのトラウマ結構記憶なんでなんでよ。ジレンマって私でも結構ジレンマやってるんだよね。そう、26日来ますって嬉しい、ありがとう。そう、まだやってるのでぜひ来てください。全然来てください。2月もあるし3月もあるのでよければ。すごい、でもこうやって私のこと魅力を見つけました、魅力ありましたって嬉しい。ジレンマって確かに大体卒業っぽい感じある。あとは18日の雫公演じゃないわ、チーム B 公演に出演します。当たりました。そう、当たった人結構いるんだね。頑張ります。そうで、昨日のコンサートは本当に出る10分前くらい、ま、思ったわ、15分前くらいまでカラコン入れてて、でそのスタッフさん、仲いいマネージャーさんとか七瀬とかに、いや撮った方がいいよって、カラコンない方が好きだもんって言われたけど、自分的にはカラコンあった方が漏れるって思ってたから、でもさ、カラコンあった方が可愛くないみたいなくだりをずっとしてて、で昨日はカラコン撮ったんですけど可愛かったかな。キューティーは入れてた、カラコン。マドンナの選択めっちゃ良かった。嬉しい、センターだったからかな。ミプピちゃん、ミプピアットマーク8のひゆうなが一番キャワだったさん、ありがとう、嬉しい。ミプピちゃん見つけたね、いっぱい目あった、ありがとう、嬉しい。クマさん、クマみたいな服着てるけど、ありがとう。ミプピちゃん嬉しい、嬉しい。昨日も例えば足がめっちゃ綺麗。嘘、ありがとう。太ったなーって、なんかピアノを歌うときヒーの隣でさ、ヒーの隣かーって思いながら、足太いよ自分って思いながら、
ね、18日公演出たら次いつ出れるんだろうって感じだから、来れる方はぜひ来てください。そうでもやっぱコンサート会場行ったら全然ダイエットも始め、全然ダイエットできなくて、全然食べてないんだけど、食べた分ちょっと食べて動いてって、なんか結構差し入れとかいただいちゃったな。でも私やっぱ気にしてストレスになっちゃうからダイエット向いてないんだなっては思ったんだけど、スタバの新作は1回だけ飲む。まあこれがすごい健康的な私ですって感じ。痩せてなさすぎない。やっぱ食べないとやっていけないなって思ったから、もう爪がボロボロになってきた。ビール取らないと。今日は何食べようかなって考えてる。コロナも増えてるからね、スーパー行って。いっぱい食べるユーナが好き、嬉しい。明日はオルガン坂だね。オルガン坂なのでオルガン坂来る方いますか？夢のところは、嬉しい、ありがとう。いっぱい来てほしいな。ちょっとツイッターついてストーリー抜けよ。久しぶりだよね、オルガン坂。ねえ、寒いよね。今日寒いよね。めっちゃ寒い。SNS に泣きせめられたなとか、エイトの日の衣装を写真いっぱい載っけたので見てください。2月の話から苦戦したんだけど完売。嘘、そういうことかもしれない。嬉しい。900
かはもう今週はもうプライベートで一個楽しみのことがあるんですけど、あとは坊ちゃんに尽くそうと思います。久しぶりになんかこんな、なんて言うんだろう、年末も3日間くらいしか休みなかったから、ちょっとお休みがちょいちょいあるのよ。だから今回だからちょっとゆっくり休みつつって感じかな。うん、お休みはできそうよ。ちょっとゆっくりしようと思う。結構もっちゃん続いて、公演続いて、コンサート続いてって本当に休みなかったから、自分で言うのもあれだけど、そうね、コロナがねこんなひどくなければコンサートもきっとできると思うんだけど、とりあえず私は公演をちょっとだけ起こして、坊ちゃんに、坊ちゃん頑張ります、ぜひ来る方楽しみにしててください、頑張ります。初坊ちゃん楽しみ、お、やっと行けそうで嬉しいね。そっか、まだ来てないのか、楽しみだね。3月のスケジュールね、私たちなんとなくは聞いてるんだけど、まあ私たちのスケジュールもまだあれなので、え、見た、マーズのイチゴのパフェ見た、私絶対食べる、絶対食べてやるタイミング良すぎて、私もツイッター見た。3期ね、確かに3期もドキドキだよね。いや見てほしい。でも意外とあっという間に終わっちゃうね。この1月ちょっと長期間出て、2月もちょっとすぐ終わっちゃうと思う。寂しい。合計で飛行機10回も乗らないと思う。カフェレストマーズのポスター、ゆうなちゃんさん、あるある。左上の方にね、書いた気がする。やばい、お腹すいた。みんなは何食べた？一人飛行機はやっぱり窓側、いや、あの会社の方が
撮ってくださってるので、でも、ま、窓側が多いかな。うわ、うどん、酢豚、水餃子、うな丼、担々春雨スープ、いいな。私もスーパー行ってこようかな。じゃあそろそろ、ちょっと早いけど終わります。なんか疲れてるはずなのに4時間くらいしか寝れなくて、なんか今日正直眠ちゃんなので、ごめんね。またメール送る後で、あの8の日についてメール書きます。13位ゴーンさん、12位シンスキアットマークナトリドンさん、11位ワイキアットマーク2日間お疲れ、映像に上がるのを、あ、映像倉庫に上がるのを信じて気長に待つねさん、10位ユキタンさん、9位ハットリウナ牧場長さん、8位梅子ぶちアットマークナトリドンさん、7位幻さん、6位中心アットマークユリナー W さん、5位中心アットマーク超大森ナトリドンさん、4位ユーアットマークナトリノンさん、3位ロロさん、2位ユウキさん、1位ミプピアットマークユナ大好きさんです。ありがとうございました。ありがとう。ということで、皆さんも仕事とかね、コンサートとかもあってバタついたと思うので、この土日休んでください。明日はオルガン坂、来れそうな方はぜひ渋谷東急ハンズで待ってます。ありがとうございました。おやすみなさい。バイバーイ。